石垣ベースコーナー、新入荷品続々入ってます。ぜひホームページをご覧ください。安くて6、7万ぐらいだけど、その価格帯でラッカー塗装。こんにちは、石垣の島です。ベース担当の鳥部です。カラス今回のテーマ、ベース担当が選ぶコスパ最強のベースブランドベスト3。コスパ最強ってまあいろんなね価格帯のコスパがあると思うんですけど、今回は、まあ、モデルにもよるけど大体10万円以下で中古で手に入るものでちょっとお選びいただいたという感じで、まあこれからベース始める人とか、あとはまあ初心者用ベース使っててちょっと程よくいいの買おうかなとか、あとはもういいベース持ってるけどサブでちょっとね別の仕様スペックのものが欲しくて安くていいのないかなって思ってる方にぜひご参考になればなという感じかなと思います。選んできましたよ。でまあベース担当として3桁以上年間数百本ものベースを、まあ、見ているベース担当の狩部さんにいろいろ触ってきた中で、はい、これいいよっていうのをちょっと発表していただきたいと思いますので、早速第3位いっちゃいましょう、はい、第3位はですねクール G。 クール G、 おクール G、まあ、島村楽器さんのオリジナルのブランドですね。そうですね、まあ、作ってるのは日本を代表する不次元、まあ、老舗の工場ですね。そうですね、楽器もギターベースいろんなブランドの楽器を作ってることでもまあ知られてる、そうですね、工場ですね。はいはい、でなんでまあクール G なのかと。そうですね、いろんなブランドある中で、そうそうそう、不次元製の中でもなぜクール G なのか。同じ島村楽器さんでもヒストリーとかもあるんだけど、そっちになると価格帯的にはちょっと上になるんでね。あ、まあいいものを探そうと思うと、そうそうそう、ちょっとグレード高いイメージありますよね、うん、で不次元さんが特許で持ってるサークルフレッティングシステムっていうのがクール G にはまあついてたりする、はい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 、フレットがこう曲がってる。そうですね、なんかまあピッチ面の話とかいろいろメリットがあるっていうのは言いますよね、うん、そうそうそう。で例えば同じ中古の値段、例えば3万円台とかで、はい、その値段の不次元名義の、まあ、同じ価格帯で、同じ価格帯のものにはついてないサークルフレッティングシステムが。ああ、なるほど。同じ価格帯の同じ不次元工場製でもクール G の方がちょっとグレードが高いというか、そうそうそう、とね、塗装とかも、まあ、不次元名義の例えば J スタンダードとかのシリーズだとネック見ると分かるんだけど結構裏がサラサラだったり、はい、こう薄い塗装なのかなあれは。で多分コスト的には落としてると思うんだけど、クール G だとネックがまあグロスフィニッシュになってるね。あ、なるほどなるほど。不次元とかだとあれはだからなんかフェンジャパでいう STD みたいな、そうそうそうツヤなしのね塗装、まあ、ちょっとあれランク低いやつなんですかね、やっぱり。不次元のそのネオクラシックシリーズっていうのがあるんだけど、それだとまあ今話してるクール G と同じぐらいのそうです、ね、ルックスっていうのかな、ネック裏だけちょっと下がってますね。そう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 っていうのがねあって、不次元工場で作ってる他の製品に比べてクール G なんかがまあコスパがいいんじゃないかなと。あの結構クール G っていうとね、島村楽器さん一時期めちゃめちゃ押してたんで、押してたね、もう押されて買うみたいな、うん、押されて買わされちゃうみたいなイメージが一時期すごい根付いて、うん、まあそれはそれでなんか逆のプロモーションになっちゃったんじゃないかって言われた時期はありましたけど、ね、フェンジャパ買おうと思ったけどクール G 持って帰ってきちゃったとかそういうなんか失敗話がよく出たりするんで、うん、島村さんのプロモーションでちょっとこう、まあ、出ちゃったマイナス面としては、うん、クール G って名前でねちょっと、って思う人はいると思うんですけど、まあ、あのそういうね、プロモーションでの部分を除いて楽器だけ見ると案外中古だとおすすめしやすいってのありますよね、うん、まあ、その楽器の特性とか、まあ、物をしっかり見た時にコスパに優れてるなっていうのは感じ取れる部分があるんじゃないかなと思います、うん、はい、そうですね、なるほどなるほど。じゃあ第2位、クール G を差し置いての第2位、第2位、はい、第2位はアイバニーズでございます。アイバニーズ、おお、まあ、なんでアイバニーズかっていうとね、はいはい、まあ、アイバニーズはもう多分ご存知の通り日本の老舗ブランド、まあそうですね、うん、長いですからね。まあね、さっきクール G のところでも話したけど、まあ、不次元で作ってたり、そうですね、上のラインだと今の上のラインは不次元なんです。で安い価格帯だとインドネシアとかアジア工場になるんですけど、はいはい、ただ80年代90年代の頃の不次元製、例えば SR だったり、はい、MC の影にちょっと隠れちゃった
ってるんだけど、はいはい、RB シリーズ、ロードスターベースシリーズ、はいはい、おすすめです。なるほど。アイバニーズ、まあ今もね、すごいコスパ最強ブランドとしてはよく名が上がりますけど、新規あらゆるモデルを見てるベース担当のカリブさんとしては、もう80年代とかの当時の日本製の求めやすいアイバニーズ、うん、いいと。おすすめ。ああ、なるほど、狙い目かもしれないですね、うん、今とちょっと違う見た目もしてるし、あの時のアイバニーズすごい独創的ですよね。そう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 、デザインが、まあ、今みたいなメタル系の路線にこう傾向しているわけではなくて、多方面にこう、そうですね、多方面ですよね、うん、ジャパビンらしいモデルも出てますからね。そうそうそう、まあ、そのアイバニーズブランドとしてっていうよりはグレコブランドと並行してね、フジゲンが作ってたっていうのもあるので、なるほど、当時のフジゲン製はやっぱ今ある個体でもコスパっていう部分ではやっぱ押したい。さっき言った MC シリーズ、ミュージシャンシリーズとかはやっぱ海外のねアーティストが使ってたり、はいはい、アクティブの仕様だったりで正直今高騰してるんだよね、値段的にも。なるほど。ただ RB シリーズ、ロードスターベースシリーズなんかだと、はい、パッシブだったりちょっとこう仕様が時代時代によって違ったりするんだけど、価格帯的にも、まあ、4万前後ぐらいで手に入っちゃったりする。なるほど。じゃあもう、まあ、いつ値段がこう上がってくるかわからないですけど、狙い目のジャパビンとしては結構今がもういいポイントの穴場物件みたいな。あとはね、その80年代の SR とかは、はいはい、あんまりフューチャーはされてないんだけど、黒塗りつぶしとかパールホワイト塗りつぶしみたいなありますね、うん、あれもね、まあ、当時の SR だとそのスペック的にもちょっと今と違うスペックで、はい、IBZ とかが流行る前のピックアップだったり、ちょっとね音も独特なんだけど。なるほど。じゃあちょっと面白いのが多い。そう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 。ただ当時の不次元製の今買えるいいものっていう部分でおすすめっていう感じです、うん、すす今のアイバニーズ、インドネシア製とかでもコスパの話でももちろんこう出せると思うんですけど、うん、全然いいよ。やっぱもうそれはこの辺、ここのランキングでアイバニーズとしてくくっていいぐらいには。そうだね、はいはい、今のアイバニーズで言うとインドネシアの作ってる工場で、まあ、SR とかやっぱ有名だよね、はいはいはい、まあ、アジア工場をねたくさん、韓国、中国、インドネシア、まあ、いろんなメーカーが今いろんな、ね、うん、アジアの工場で作ってますけどね。 その中で比べてもやっぱ技術の高さっていうのかな、まあね、新品にしろ中古にしろコスパはやっぱいいんじゃないかなと。そうですよね、なんか、ね、うん、処理がいいですよね、うん、あ、いかにもチャイナだなインドネシアだなって思わせないじゃないですか。そう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 、アイバニーズのベースとかギターって、だからなんかかっこいいもの出してくるし、うん、あとはやっぱ他のブランドで流行ったモデルをすごい安い価格帯に落とし込んでコピーして、そうだ、ね、コピーっていうかまあ影響を受けたモデルを出してくるじゃないですか、うん、あれやっぱ高いブランドのモデルに憧れたキッズの人たちにはめちゃめちゃ優しいですよね。手が出しやすい、手が出しやすいというのは、でなんかひどい状態で上がってこないじゃないですか、うん、まあまあしっかりやってあげればっていうのが多いイメージあるんで、そう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 、最近のアイバニーズもやっぱ無論おすすめはしやすいですよね、うん、ということでね、アイバニーズは第2位に、はい、なるほど、なるほど。じゃあもう新旧問わずアイバニーズはもう押せるという。押せる。なるほどね。じゃあ1位、はい、いっちゃいましょうか。いっちゃおうか。堂々1位はバッカスでございます。バッカス、はい、来ましたね。カリベさん愛用ですもんね。私愛用し自分が使ってるからっていうのはまあちょっと別として、はいはい、バッカスってまあさっき話した不次元と並んで日本に各地ある老舗のまあ一つ、リバイザー、リバイザー工場、有名な日本のブランドなんですけど、はいはい、バッカスもそのアイバニーズと一緒で国内の工場とフィリピンの工場があるんだけど、はいはい、まあ、価格帯のランクで分けて、そうですよね。で、まあ、例えばフィリピンの工場の話をすると、はいはい、本当に2万円前後ぐらいで新品が売ってたり、安いですよね、あの辺ので中古だと本当ね数千円から1万円、まあ、下手したら2万出せばそこそこなグレードが手に入る、はいはいはい、で一昔前の、まあ、ユニバースシリーズとかに比べてフィリピンの工場ってバッカスリバイザーの工場のスタッフが、まあ、現地に行ってちゃんとチェックをしてるとっていうのがあってね、フィリピン工場のね、まあ、シリーズっていうのかなは、まあ、ちゃんと品質も保たれてるし、まあ、価格帯的にもかなり安いですもんね、うん、本当学生のお小遣いで買えるような、うん、確かに。で、まあ、肝心な日本製のバッカスはどうなのかというと、ね、はいはいはい、正直ね今のバッカス結構品質もそうだし木材とかもこだわって正直高くなってきてる。そうですね、木材こだわったシリーズかなりグレード上がってきてますね、うん、毎年のように、うん、リミテッド、ね、リミテッドモデルかなり多彩になってきてますね。そうそうそう、バッカスファンとしてはすごい嬉しい、うん、毎回面白いですよね、片目見るたびに面白いの出たなと思いますよね、なんか桜のトップ材を使ったりとか。そう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 、まあ90年代から2000年代にかけて出てたあのヴィンテージシリーズ
リーズっていうのがあるんですよ、はいはい、ほんとまんまフェンダーっていう、あフェンダーコピーのやつですよね。そうそうそう、で当時でね、だいたい定価で10万円ぐらいかな、うんうんうん、で中古になると安くて6、7万ぐらいだけど、その価格帯でラッカー塗装をしてると、でかつヘッドもフェンダーヘッド、例えば2本目に持つベースとしてフェンダージャパン買おうかなと か, なんかちょっと別のブランド買おうかなって思ってる時におすすめしたい、日本製でかつ木材もちゃんと選んでてとか塗装もしっかりしてて、あとはその例えば楽器をいじくる人、改造ベースとしても結構おすすめな楽器なんですよ。ボディとネックの素体としてのクオリティっていうのかな、はいはい、まあ、そのラッカー使っててとかフェンダーヘッドでっていう、まあ、あとはね価格帯的にさっき、まあ、6、7万で手に入るってことでしょ、はいはい、その同じラッカーのモデル、うん、例えばフェンダーと比べても、はいはい、フェンダーでラッカーってさアメリカンヴィンテージシリーズとか、そうですね、ちょっとやっぱ高くなるんだよね、もう十何万出さないといけなくなってきますよね。そう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 、例えば同じディバイザー工場のモモセとかあとムーンとか同じ国産ブランドのラッカーのモデルでもやっぱ10万かかっちゃう。なるほど、まあそっちはそっちだよね、なんか10万台の、ね、そうそうそう、コスパいいやつになるから、ね、そうそう、確かにな、まあその辺とね比較して比べても、うん、やっぱちょっとこう低価格帯で、はい、あそっか、その辺に食い込むぐらいの、まあ、スペックを持って、うん、してこの10万以下で買えちゃうっていう、まあ、そういう結構、ね、うん、ハイクオリティな、なるほどなるほど、それ完全にコスパですよね。そう、まあ今ねヴィンテージシリーズの話でしたけど、はいはいはい、ちょっとモダンなシリーズでウッドラインってシリーズ、はいはい、ウッドラインも木材にあのオイルフィニッシュを施してる、はいはい、新品とかで今だいたい10万円台半ばから後半とかかな、やっぱ中古になるとオイルフィニッシュってこう削れるんですよ、あれすぐ風合い出ますよね。そうで、あれで結構使用感があって、うん、やっぱ中古でも 6,7 万とかで手に入ったりとか、あなるほど、でもボロイの好きからしたら全然 OK ですよ、ね、そうそこあの削れるのがかっこいい、はいはい、そうそうそう、あの色がちょっと剥げていって、そうで使い古した感がやっぱ出てくるから、うん、でかつねやっぱ塗装とかもそのラッカーとポリとかに比べて結構そのオイルフィニッシュの独特のなりっていうのかな、うん、結構こう開放感ある感じですよね、うん、引いてると結構こう体にやっぱ感じる心地よさがあって、中古ってなるとね状態とかもあると思うんだけど、値段に対してのそのクオリティの高さ、うん、結構バッカスはねどのシリーズもおすすめです。なるほど、確かにコスパいいですよね、で価格帯も幅広いじゃないですか。そうそうそう、バッカスの中でも予算とか欲しいタイプに合わせて物がかなり幅広く選べるっていうのも魅力ですよね、うん、シリーズ展開がね、そうそうそう、めちゃくちゃあるから。確かに、でも今日本製のシリーズでもクラフトシリーズとかが、はい、メイドインジャパンって歌ってるシリーズの中ではすごい価格帯的にもね 4,5 万ぐらいで手に入るコスパの高さ、中古で、うん、そのぐらい、その上のラインに比べるとやっぱ塗装だったり木材だったりとかの違いはあると思うんだけど、日本製が4万5万で買える、そうですね、でそれをディバイザーが実現したっていう、はいはいはい、シリーズでもあるので。なるほど、フェンダージャパンとかもうちょっと上がってきてますもんね。そうだね、って考えるとディバイザーいいですね。ディバイザーおすすめですよというわけで私が選んだコスパ最強10万円以下のベースベスト3でした。はい、いやこれ結構いいんじゃないですかね、まあ、中古ならではのその価格帯的なコストパフォーマンスの魅力という部分はあると思うので、うん、まあ状態もね、うん、ものによっていろいろあると思うんで、ぜひ当店はあの全部調整してっていう風にやってますので、はい、状態とかもねあの気になったらぜひ聞いてもらえれば、そうですね、もう包み隠さずぜひ物をちょっと見ていただいて、はい、楽器選びの参考になれば幸いですね。そうですね、というわけでぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お願いします。というわけでありがとうございます。ありがとうございます。DC楽器では安心の5年保証、いつでも何度でもメンテナンスをお持ちください。